はい、スピーカーフォンしてもらえれば。原さんですよね。NHK が約束の2時に来ないので電話してもらいます、はい、いいですか。うん、スピーカーフォンしてください、はい。私今日ですね NHK の方が訪問するっていうことで2時に約束して待ってるものなんですけども、はい、担当が原さんっていう方なんですけども、はい、いらっしゃいますかね。あ、明日大変恐縮ですが、そちらのお名前をいただいてよろしいですか。落合と申します。落合さん。はい、はい、もしもし。もしもし。あ、落合様ですか。はい。あ、原と申しますが。はい。はい、本日の、はい、お手紙をいただいた件でですね、はい、先日私どもの代理人の弁護士の方からご連絡をしてですね、はい、ご連絡通知をちょっと差し上げておるんですけれども。何ですかそれは。書面ですか。はい、はい、会社事務所の方にですね、はい、お送りしておりまして、はい、そこに今回の件でご連絡いただいたことに対するですね、はい、内容をちょっと書かせていただいておりまして、はい、まだそれをご確認はいただきたいと思うんですが。ああ、そうなんです。それいつ出されたんですかね。速達で昨日出しておりますので。昨日。はい、そりゃ見てないですよね、はい、そりゃ見てないですよね、まだ、はい、今日ぐらいに到着ってことですよね。そうです、そうです、はい、午前中には届くお届けできるという前提で。あ、そうなんですか。はいはい、はい、それでですね、はい、それを届きますのでご確認いただきたいんですが、はい、こちらとして、はい、日時については依存ございませんけれども、条件をですね、はい、立花さんという方から条件をつけられていることについてですね、はい、こちらの会社としての方針は第三者の方の同席、それから録音を条件とされている、現地での調査にはちょっと応じられませんので、はい、そういうことがないということでの候補日をですね、はい、改めてご提案くださいという趣旨を、はい、ご連絡しておりますので。ああ、質問書面に書いてあるってことですね、はいはい、そういう内容が、はいはいはい、それはこちら会社の代理人弁護士を通じてですね、はい、ご通知しましたので。はい、はい、じゃあもう今日は来ないということね、原さん。はい、うん、原さん、じゃあもう今日こんな待たせてるけども、来ないということでもういいんですね。本日はお伺いできませんので、今日別に僕立花ですけど、僕がどっかに行けば来てやるって話はならない。あ、立花さんであればお答えできません。失礼いたします、うん、じゃあもしもし、うん、まあまあ切っていっちゃう。